のすば。今日は一体どれだけの人に迷惑かけてきたんだよ。迷惑って何よ。どうして私が悪いことしたって決めつけるのよ。それがアクア様がアクシズ教本部の秘湯に入ったら温泉がただのお湯になってしまったらしく、それで追い出されたのよ。どうして私を崇めてる教会から追い出されなくちゃならないの。女神なのに、私女神なのに。そういえばこいつ紅茶をお湯に浄化してたな。そうだわ、私が女神らしく問題を解決してみんなに認めさせればいいのよ。問題ってそう都合よく問題は起きないと思いますけど。そんなことないわ、管理人のおじさんが言ってたもの。最近温泉の質が悪くなってるって。我が教団を危険視した魔王軍が真っ向勝負では勝てないと踏んで、温泉という大切な財源を奪いに来たんじゃないかしら。魔王軍って、それはちょっと無理があるだろう。考えすぎだって。私はこの町を守るために立ち上がるわ。人の話全然聞かないな。このすば、悪魔倒すべし、魔王しばくべし。我が親愛なるアクシズ教徒たちよ、この町では現在魔王軍による破壊活動が行われています。この町の温泉に毒が混ぜられています。すでに多くの温泉で破壊工作が行われていたことを確認しました。さっきそこの温泉に入ってきたけど何ともなかったですよ。それはこの私が温泉の毒を次々と浄化して回ったからです。あいつ朝から温泉巡りしてたのか。でもまだ安心はできません。そこで皆さんにお願いがあります。この事件が解決するまでは温泉に入らないでほしいのです。ここは温泉街だよ、プリストの姉ちゃん。温泉を禁止されたらこの町が干上がっちまうよ。だいたい何の目的で魔王軍が。それはこの町の観光資源である温泉を使えなくし、アクシズ教団の収入源を潰すためです。魔王軍はあなた方アクシズ教徒を恐れているのです。さあ敬愛なるアクシズ教徒の皆さん。こんなところにいやがった。そいつは町中の温泉をお湯に変えるっていうタチの悪い嫌がらせをする女だ。チョコ、みんな捕まえてくれ。やっぱりか、おかしいと思ったんだ。新手の詐欺ね。何を企んでるの。私たちこんなに世の中良くしようとしてるのに。違うの、これにはちゃんとした訳があるの。アクアの言うことを誰も信じてないですね。アクア様がそろそろ泣きそうになっていますよ。捕まえてスマキだ、スマキにしろ。ああもう、ならこの私の正体を明かします。お集まりの敬虔なるアクシズ教徒よ。私の名はアクア、あなたたちが崇める存在、水の女神アクアよ。アクア様。そう、あなたたちを助けるために私自らこうして。ふざけるな。え、
青い髪と瞳だからってアクア様を語るだなんて罰が当たるわよ。こんな嘘つき、つまきにして湖に放り込んでやれ。水の女神のアクア様な、湖に放り込まれても問題ないだろう。さてはお前、本当はこの温泉街を破綻させるためにやってきた魔王軍の手先だろう。本当だから、私本当に神様ですから。公衆の面前で罵られて、アクアのやつ楽しそうだな。そう思うのはお前だけだ。カリュシャバ、あーマリオ、私どうして信者の子たちに石投げられなきゃいけないの。アクア様、どうか落ち着いてください。でないと私興奮してアクア様の神器に当てられて消え、だったらシュワシュワを用意して。お前、実はそんなに気にしてないだろう。一生懸命なのはわかりますが、自分を神様というのはさすがに。でも、あんな汚染された温泉に入ったら病気になっちゃう。このままだと、私の可愛い信者たちが。悪魔倒すべし、魔王しばくべし。お、悪魔倒すべし、魔王しばくべし。うわあ、見ろよ、窓の外にアクシス教徒たちが。宿を完全に包囲しているな。これは一体。うちの子たちが私の話を信じて来てくれたのかしら。いたぞ、あの部屋だ。窓からこっちを覗いているぞ。女神の名を語る魔女め、許す文字。魔女狩りだ。魔女狩り。